はい、はい、尺が足りないそうなので、はい、でも多分本当は足りてると思うんだけど、ね、足りないそうなので物ボケをしろって言われました。物ボケですか？ここで。え、ここで？うん、え、待って待って、ちょっと考えて思いついた方。はい、たぶんほよ。じゃあ森氏のこの動きまで3、2、1。カッパ。よし、これはまあ序盤ですね。はい、早っ。え、待って待って、1個でいいよ森氏。え、いやいや、やろうやろうやろう、いくよ。はい、3、2、1。カレーパンマン。ありがとうございます。イエーイ。はい、サボちゃん。じゃあサボちゃんのモノマモノボケまで3、2、1。あー、いい湯だなーって、もっとやないかい。じゃあ森もこれでモノボケするわ。3、2、1。ジーニー出ておいで。え、やばい、超楽しい。うわー、すごい、すごい。え、これ撮影していいんですか？ OK です。さすがです。うちの、あ、でもめっちゃすごいよ。枝豆、枝豆すごいね、いっぱいある。いいか、お好み焼き。え、ほんとにリアルなんだけど、すごい、ね、やばいよ、マジで美味しそう、ほんとに、ね、これとか超美味しそう、食べれそう。え、すごい。え、ちょっと、え、卵かけご飯、黄身流れ黄身が流れてる、ちょっと中身が。すごい。え、見て、ん、やばい、めっちゃ美味しそう。すごい、塩かかってる。超美味しそうじゃない？超リアル、やばい。これさ、なんかさ、ドッキリでさ、バッて出されてもさ、うん、分からなそう。騙せるよ。うん。ワニ。雪好きそう。すごい。おお、熱い。イエーイ。いただきます。いいもの発見しました。あれ、これ違う？傾いたビール。あ、超かわいい。やった、いや、見つけた、奇跡。これにしよう。こういうことですね。イエーイ、これ決まり。やった、嬉しい、うん、両方ついてる、中トロとウニ。これにした。食品サンプルを見てたらお腹が空いたので、はい、ご飯を食べに来ました。はい、来ました。寒い、寒かった。このお店です。雷も何て読むのかわからない。はい、けどさっきは俵町にいたのに、もう浅草駅のすぐそば。そうです、もう雷門の真横です。めっちゃ歩いた。ね、かわいい、嬉しい。こうやって置いて、これ何って言われるんでしょ。かわいい、かわいい、嬉しい、ありがとう。サコは寿司。いいじゃん、かわいい。ウニと、ウニとマグロ。マグロ美味しそうだね。寿司でもよかった。ちなみにこの iPhone ケース、機長のお下がり。え、そうなの？そう、機長がね、なんかね、 au の人に乗せられて iPhone6 買っちゃったから、あ、これいらないとか言ってた。あ、練習した。OK。じゃあ、お腹すいた。いただきまーす。一緒だよ。一緒。イエー。何これ、なんか何が。エビ。エビ。
かき揚げ、なんだっけこれ、ハモ、ハモみたいな、ハモ、うまっ、おは、たれがおいしい、おいしい、なんかタレがめっちゃベチョベチョついてるの大好き、わかる、タレご飯ね、めっちゃおいしい、あったかい、ごちそうさまでした。はい、美味しかった。腹いっぱい、腹いっぱい、ね、今日は、はい、調理道具は買わずに、うん、そうですね食品サンプルをゲットして、イエーイそうですね、まあ食器とか買ってもね、うちらはね、うん、家では料理はあまりしないので、はい、しないという、実家暮らしなので、そうです、いらないんです。はい。なぜ行ったのでしょう。まあ将来ね。そうね。下見ということで。うん、将来の下見でした。そうでした。はい。楽しかった。またね。バイバイ。